おはよう。こけた、藤子ちゃんこけた。まあそっくりな顔して。こっちもおはよう。白玉ちゃんおはよう。おはよう。いやそれバンドエイド。おはよう。ソルトおはよう。ソルトだよね。白玉ちゃん座った。お前はおはよう言われる筋合いねえだろ。触ったら怒るんだろどうせ。おはようだる。触れるじゃん。触られてることにあんまり気づいてないでしょう。気づいてます？あなた今触られてるんです人間に。あなたは元は野生なので人間なんか嫌いなはずなんだけど。まあいいや。あ、ピープさん。鶏との戦いはどうですか？大変ですね。首の後ろの羽がはげたね。ごめんね、うちの子乱暴なのよ。これはハッピーではありません。羽がちょっと白いので、これはピープさんです。そして、人を襲いに行きました。みたらしい。義理の兄弟のククイ、あんた顔にまた出来もんできてるね。なんか元気だったのにまたしょぼくなったじゃん。君何？濃口醤油、もうどうでもいいってあやとりコーナー。今日紹介するのはこちら、名もなきものです。この子はあまりにも長いこと名前がなかったので、名もなきものっていう名前になっちゃいました。いいじゃんね、個性的だよね。この子はクレイグスリストっていうアメリカの、いわゆるフリーマーケット的なウェブサイト、メルカリみたいなところに出品されてました無料って書いてあって、ハワイではそういう鶏無料って書くと食べられてしまう場合が多いので、これはちょっと出品されてる子が危ないって思ったので、ちょっと連絡して、買ったわけじゃないんですけど無料って書いてあったからもらいに行きました。この人は5歳の男の子が夏休みみたいな時の間にひよこが迷子になってるのを見つけて、その子を助けてあげたいって思ったみたいで助けたのはいいんですけど、もらった時1ヶ月ぐらいだったかな。でもその男の子は夏休みが終わったらもう引っ越しちゃうことになってたから、連れて行けないからどうしようって言っておばあちゃんに預けて置いていったっていう。でおばあちゃんはどうしたらいいかわからないから人にもらってもらおうと思って、そんなことになったらしいです。うちで元気に育ちました。途中でちょっと目が潰れそうになったり、羽が生えてこなかったり、指が曲がったりしてやばかったんですけど、元気になったね。早く休憩取らせろやって言ってる。今卵を抱っこしたいからって言って巣箱にこもってるから、卵をこれ以上放ってはおけないって言って帰ってきました。うわぁ、誰あんた足汚いんでしょほら汚い、おはよう B じゃないよ、人に勝手に乗っといて。なんだっけ、チビナッツって呼んでるけど本名があるんだけど忘れちゃったね。うちにいる、大人のナッツ兄弟にちょっと似てるなって思ったから、この子ともう一つをチビナッツ、2代目ナッツ、マカダミアと、さっきのククイナッツくん名前を忘れるなって言われたいいじゃん別にニックネームだけで登ってきても何のいいこともないんですけど。クラウド綺麗だね。ほらみんなに言ってやりな。俺は迷子になったかもしれないけど、そこで人生が終わったわけじゃないんだぜ、みんなも諦めるなよってダサいセリフ言っとき